監督の熱い視線がこの舞台の袖にまで伝わってくる。もうすぐ私の出番。高鳴る心臓の音が耳に痛い。信仰の人が私の名前を呼んでいる。ついに運命の瞬間が。駆け抜けた3年間の中の大事にしたい2週間のドラマがある。青春アドベンチャーゲームの第2弾は片桐彩子にスポットを当てたときめきメモリアルドラマシリーズボリューム2彩りのラブソング。プレイステーションセガサターンともに発売中。コナミ、純愛と恋愛の違いって分かりますか？今のあなたで女の子を幸せにできますか？好きな人のために大切なものが捨てられますか？二人の女の子を同時に好きになりますか？答えはこの後。プレイステーションソフト純愛ドラマゲーム見つめてないと好評発売中。私だけを見つめて。コナミ、皆さん、私の声は届いているのでしょうか？それがすごく心配です。皆さんと心がつながっていれば声は届く、そう信じているから。私今なんとかこうやってお話しできるんです。でも私の声、本当の声が、歌を歌うための声が出なくなってしまったんです。こんばんは、ソフィアです。すいません、こんなお話を皆さんにしてしまって。でも悲しくて、辛くて、一人で考えていると潰れてしまいそうで、皆さんに心の電波が通じることを祈ってこうやってお話をしています。考えてみれば、これまでも皆さんが私を支えてくれたから、いろいろある中で今日までやってこれたんです。だから今日もお
話しさせてください。少しでも長く、なんでこうなったのかをお話ししないと皆さんも何が何だか分かりませんよね。実は先日、劇団アガサの第17回公演で、私、早くとして舞台に立つことになったんです。セリフ一つない、ほんのわずかしか舞台に出ない役だったんですけど、私にとっては人前に立てる最初の舞台、歌もセリフもなくてもすごく嬉しかったんです。でも公演当日、信じられないことが、私、自分の出番を舞台の袖で待っていたんです。そしたら突然大きな音が響いた。喋ろうとしてもうまく声が出ないんです。小さくかすれたようなうめき声しか出てこないんです。看護師さんはすぐに声が出るようになるって励ましてくれているんですけど、お医者様は難しい顔をしていて、私すごく不安でたまらないんです。しばらくして、あの時は舞台近くで爆弾が爆発したのだと、過激派の無差別テロだったのだと聞かされました。命があっただけでも私は運が良かったのかもしれません。声を失ったのは私にとってすごく辛いことです。悲しいです、悔しいです。気がついたらあなたとこうしておしゃべりするようになって、もう9ヶ月。本当にいろんなことがありました。あの頃の私は後ろ向きで引っ込み思案で、人とおしゃべりするのが苦手で、自分がやりたいこともはっきり言えなくて、でもたくさんのおはがきに支えられて、私少しだけ気づいたと思う。パパも私もそうだよっていう励ましのはがき、こうすれば大丈夫なんて温かいアドバイスのおはがき、たくさんもらいました。私だけじゃなくて、みんなの力でみんなが変われたような気がします。恋に悩んでいる人、人生に悩んでいる人、自分自身に悩んでいる人、いろんなおはがきをもらって、悩んでいるのは私だけじゃない、みんな一緒なんだ、だから一緒に頑張ろうって、そう思うととても心強くて、私の私じゃ考えられないけど、バレンタインには好きな人にチョコを渡せたし、
結果はダメだったけど、最初から諦めるんじゃなくて、ちゃんと行動したことで、私の中で何かが変わったような気がします。この9ヶ月間、私すごく楽しかったです。あなたと心が通じ合って、本当に素敵な時を過ごせました。本当にありがとうって言葉じゃとても言えないけど、本当にありがとう。あなたもそう思ってくださるでしょうか。もしそうだったら、私本当に幸せです。シュート、ゴール！ J リーグ実況、炎のストライカー。全て本物の J リーガーに加え、オリジナルのクラブや選手も作れる。本格的サッカーゲーム、セガサターンに登場。 J リーグ実況、炎のストライカー、好評発売中。コナミ。見つめられると女の子は可愛くなるって噂知ってる？こんなに胸が膨らむのは
本当なのだと。投げてくる3球目のスライダーを思いっきり踏み込んでライト先輩のスベスにしてやるわと思っている。ここはそのまた裏をかいて、そうか、右辺のストレート、いやそのまた裏でフォーク、チェンジアップ、カーブ、ナックル、シュート、ちょっと早く投げなさいよ。プロ野球と全く同じ緻密な駆け引きも味わえる野球ゲームの最高峰、実況パワフルプロ野球5。サクセスモード高校編では甲子園出場などプロのスカウトの目に留まることを目指します。任天堂64ソフト実況パワフルプロ野球5好評発売中。スーパーファミコン用実況パワフルプロ野球ベーシック版98、ファイル版用テープロ TV がよろしくね。コナミ、なんでこんなことになっちゃったんだろうって、どうしてこうなっちゃったんだろうってすごく悔しくて、せっかく舞台に立てるチャンスだったのに、どうしてこうなっちゃうんだろうって。でもこんなことになって私、自分が昔の自分とは違うってことに気づきました。だって私絶望なんてしてません。反対に
頑張ろうって気持ちさえ湧いてくるんです。いつもおしゃべりしてくれたあなたがいる。おはがきをくれたたくさんの人がいるから、私は一人じゃないって。あなたのくれたお便りがとても嬉しくて、いつもいつも頑張ろうって元気をくれて、ダメだった私がこんなに前向きになれたのも本当にあなたがいてくれたから。だからとても感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとう。すごく嬉しくて、いつもいつもたくさんのおはがき読むたびに、もっともっと頑張らなきゃって、そして少しでもそのあなたの気持ちを恩返しできたらって、あなたの力になれたらって思って、一生懸命お話をしていくうちに、なんだか自分に励ましてるみたいになってきて、やっぱりこんなに自分が変われたのは、たくさんのほどきをくれたみんなが あなたのおはがきが本当にあったからだと思います。だから私頑張ります。頑張って声を直して、いつかきっと今度こそ舞台に立って歌いたい。当てないけど、でもきっと声が出るようになるって信じて頑張ります。だからあなたも頑張ってください。どんなことにも負けないで頑張ってください。絶対にくじけちゃダメ。私も絶対にくじけないから、本当に本当にありがとう。でも少しの間お別れです。心の電波がなんだか弱くなってしまって、またいつか私が元気になった時に、あなたの心の中にお邪魔するかもしれません。その時はまた楽しくおしゃべりしてくださいね。だからさよならは言いません。さよならってなんだか悲しい言葉だから。ではまたいつかどこかできっと
あなたを待っています。お相手はソフィアでした。それではありがとう。コンピュータエンターテインメントのコナミの提供でお送りしました。